お疲れちゃんです。ラットです。今日ですね、こちらバレバレ枯渇やっていきたいと思います。さあ、というわけで現環境バレバレ枯渇はね、まあ全くいないわけでもないですし、めちゃくちゃ流行ってるわけでもない、普通です。はい、普通で、まあいろんな方があって、まあ大砲、ボムタワー、インフェルノタワー、どれでもいいです。まあ、僕は回転重視の大砲でやるんですけど、まあ重量級とかにね勝ちやすくなるのはインフェなので、まあインフェでもいいですね。で、バレバレ枯渇はナイトでもいいんだけど、最近マジバルキリーの需要が高くなってて、もうバルキリーあればほんと何でも陸守れるぐらい陸界のね頂点にいるので、まあバルキリーはぜひ採用してください。あとは LSP とかがロケットになることもあるんですけど、まあそれほんと好みで、ロケあったらねクロスとかには勝ちやすくなるし、重量級の防衛もね、困ったらロケ防衛もできるんですけど、まあロケない方が使いやすかったり、回転速くなって正しかったりとか、まあいろいろあるので、そこはねお任せします。というわけでやっていきましょう。僕は結構高回転でもうゴリゴリね、スケバレバレル飛ばしまくって、まあ、形組まれて守れそうになかったら、まあ、2-1 でね勝てたらいいかなっていうプランで戦いたい人なので、まあほんと高回転重視っすね。なんで、まあ大砲はマジでインフェでもいいですし、ボムタワーではね意外といるんですね、ボム、まあ、ロイフォグがいたりとか、あとボムタワーも一応爆上がるので、あー、ファイボーは嫌ですね。そう、爆破で、まあ、空にもね、なんとかしようぜみたいな人もいます。で、大砲のいいところは、このホグとかもね、結局、これ3コストだけで抑えれたり、まあ、3コストで、まあ、施設置けるので、エレジャイとか、まあ、何でも釣れるっていうのはね、3コストで何でもできるのは優秀かなと。まあ、そんなわけでかな。はい。まあ、大砲は火力がね、ちょっと前に、攻撃速度が、そう、上がったので、まあそれからちょっと化けてはいるものの、なんで 2.6 億とかはマジここ最近美味しい思いをしてると思うんですよ。なんかあんま使用率めっちゃ増えたかって言われるとそうでもないんですけど、よいしょ。さあ、で、ここは相手のロケット押しを感じね、利用して近起動していけば、こっからは有利になると思いますね。で、間もホグだったので、まあぶっちゃけ俺の攻撃が通るかわかんないんですけど、さあ、まあ高回転のウッドですね。なんで、まああんま通んないかもしれないんですけど、まあ相手の攻撃もね、俺の高回転大砲って考えると通りませんよと。で、そうなってきた時にどうやって勝つの？ロケットもないじゃん、で削り勝てないじゃんってなるんですけど、さらに相手より早く攻めます。で、この時平均が 2.6 だったかな。で、2.6 とかの高回転ホグと当たったら、いや回転一緒じゃんってなるんですけど、まあスケバレバレル吹きやウッド咲かす場所が3箇所あるので、まあどっか1箇所にウッド打たれて、どっか1箇所にファイブ打たれても、まあどっか一箇所は生きてくるよねっていう理論でいくと勝ちですね。はい。よいしょ。というね、まあ単純な考え方でいくと意外と勝てるもんなんでね。さあ、あとはもうこの、なんか勝手にゴブリンバレル刺さってますけど。で、吹き矢かな？吹き矢が結局強いと思うので、結構吹き矢、生かせそうだったら生かしてあげましょう。まあ無理そうだったら無理しなくてもいいんですけど。さあ。いやー、で、これもなんか、ね、ウッド使ってるんで、僕のこの吹き矢最強なんですよ。で、この辺は1コスでね、なんか時間稼いであげて、大砲も置いてあげて、で、このロケット押しがね、地味に嫌なんですよね。さ、スケバレもついで。で、これ相手、ウッドが怪力とかあるんで、一旦待って、あ、バルキリーか。バレルはね、行っちゃうと、このウッドで美味しくいかれちゃうんでね。で、さ、ここの吹き矢が残るので、これ延命しながらね、さあ、ゴブリンバレルも入る。LSP がいい感じに、ういういういって感じで雑か。いや、でもマジでこの高回転の大砲あればある程度止まるんですよ。マジで大砲吹き矢あれば全然何でも止まります。で、これは後ろぐらいかな。で、吹き矢出しといてあげれば、まあウッドでね、ゴブリンバレル処理されてもこの吹き矢残ると。で、あっちのね、スケバレ、あっち対応しないといけないよ。さあ、これさすがに諦めじゃない？おい。おい、ウッドがいい感じに。で、このゴブリンバレルね、回ってません、ウッドが。さあ、これはドヤ顔グッドゲームを決めていく男、ナイス。さあ、というわけで、マジで、今回手が5ウッド持ってますけど、回転が僕早すぎてね、なんとでもなります。まあ、マジでほんと高回転生かしてね、スケバレバレル飛ばしまくるのがいいかなと思います。で、まあ、あと序盤のトルネの近起動とかは、まあ、されたらちょっと萎えるので、まあ、そこだけ序盤ね、されたくないなと思いながら。でさ、これはマジで大砲をよこせつってんだろって感じで、ウッドミスですね、これ。はい。もう一個上に置いとけば、多分、ノーダメで抑えれてた気がします。さ、ホグ多いですね。ナイトホグなので、まあ、高回転のクエイコグとか、はい。まあ、そんな感じかな。さ、とりあえず適当にゴブリンバレルでも飛ばしていく。ファイスピー。
ういういって感じですね。でスケバレがね今強いというか、このウッドナイト系のスケバレってまあほぼ確で施設かな、おー施設を使わせられるっていう、よいしょ、まあ使ってくれなくてもいいんですけどね。さあレスピ、あーこれやばい、ウッド打てばよかった。なんで迷ってんや俺、いやめっちゃ迷ってる、いやガチで悩みすぎ、謎の悩み。これ相手のホグのダメージをできるだけ抑えていかないと勝てないですね。バルキリー、はい、まあ、スケバレのラックだけでもでかい、ウッドか。でこれはまあゴブリンバレル短期でもいいっすね。結局ずらすとファイスピでいかれて、まあ、なんか組み合わせてもなんかええ感じに処理されるんでね。いやーいい防衛だ。さあ大砲プラスウッド、また大砲プラスのなんかで相手のホグウェイクを抑えながらの、あとは吹き矢ですね。この、まあ、ゴブリンバレルとスケバレだけでもやっぱ限界があるので、この吹き矢をうまいこと使いながら守った吹き矢が逆サイドに行くように流しつつ、よいしょ、さあいい感じにねしていきたい。いやまあまあまあ、いやこれは全然いいんですよ。でファイスピがね、スケファイスピがやっぱ厄介になるっすね。で僕これ 1-0 で勝ちたいのでこのナイト強です。まあこれにね攻めっとして綺麗に入る世界じゃないと思うんですけど、いやでもでかい。でもスケバレ回しながら大砲だけ構えて、うん、でできるだけね、まあほんと適当にできるだけ高回転で回して、これウッド使ってもいいな。この相手のマジでクエイク削りに正直勝てないので僕。でさ吹き矢いかれる、いやでも意外となんとかなるかな。最後のマジでクエイク削りが嫌っすね。まあ LSP でもいいんだけど、さ吹き矢が頑張る。この吹き矢をねええ感じに活かせると思うんですよね、マジで。ここですね、うん、まあ着衣とか来んのかな。いやーいい、熱い、いやー熱い、いやーまあまあ、いや吹き矢がタワーに、タワーに数発欲しい。いやーこれ大砲使ったらやばいかな。いやでもマジで、いやウッドで守ってもよかったけど、まあいいや。いやこれ吹き矢入るな、マジででかい。いやーめっちゃいいナイト、いや停止でよかったな。バルキリーが結構入りそうだな、ね、でボムか。いやまあまあまあ、いや落下ダメ欲しいな。さすがにこれはバルキリー使います。でなんか俺バレルがずれてるんですけど、これはまあミスみたいなもんですね。いやでも結構入る、いやマジで熱い、これ勝てたらやばいっすよ、ガチで、ガチで褒めて。うわ出たスペル削りっすね。僕はもう攻めまくるしかないのでガチタイブレイクっすね。で回転早いから意外とこの俺の高回転ウッドに相手ついてこれないパターンがあります、ガチで。よしよし、さあで地味にこのナイトとかも気をつけながらね。いやマジで回転早すぎて俺の方が早い。大砲吹き矢徹底して、そうそうそう、いやマジであるマジである。最低ボムとか置きたいんじゃない、いやマジであるマジである。さあ回転早すぎる、オーケー、いやガチだって。この高回転のクエイコグよりもさあ回転が早すぎて相手追いつかなくなっていく、いやでかすぎこれ、これやばいっすよマジで、ガチででかいっすわこれマジで。バレバレ枯渇って、まあ、高回転ウッドとかクエイクがきついわけですよ。まあ、それに勝ったんなら何に負けんのっちゅう話ですよね。まあラバホリアナメとかか、あ引いたんじゃない、いい相手を。これに勝てたらガチで負けるデッキ存在しませんっていう説。いやー引いちゃったよこれ相手あれですね、ホバリングの、いやそうですね、まあ、これに関してはガチでもう無理、無理です。はい。ガチで無理なので、
マジ一時交換できたら最高なんですけど。え、てかラバクロや、うわマジか、そっちか。いやー、ラバ掘りの方が良かった気がするけど、どうだろうな、どっちもどっちか。うん、さあ大砲で耐える。まあこれがボムタワーとかだったらそれはそれでね、ちょっといい感じにね、まあ耐えやすくなったりとかもないこともなさそうみたいな。でも結局これもう2一で勝てばいいみたいなとこあるんですからね。よいしょ。さあ、いやーこれ結構うざいよ。さあラバクロのスケキン型ですね。なんかスケバレを防衛で使ってええ感じに耐えれたらいいなっていう思いはあるんですけど、さあウッとして早めに飛ばして、いやーこれ吹き矢残せれば全然いい、もう美味しいです。さあコウモリ使った。でこのコウモリじゃ吹き矢これさ落ちんのかな、あれ308落とさないでほしいな、せっかくなら。いやー絶妙、ガチで絶妙で、これやばいな。ホバどうするあいつね、ガン虫フルキング来るっすね。遅れてコウモリ来ます。いや今のかい、来てくれや。さあまあまあまあ、でヤナメ、これはしょうがないと。でここ急いで回して、急いで回してスケバレの落下とエレスピで耐えたい。いやーあーマジオッピー。いやーこれは無理。うん、はい、まあこれぐらいでしょうね。はい、まあ今んとこきついのはレンチャン引いてるんで、まあでも戦えるのは戦えそうなんですけどね、最後が苦しいぜっていう感じかな。まあなんか今のワンチャンを考えるならば、もう 2-1 じゃなくて 3-1 で、もうプリンセスタワー片方は取りに行かずにガチでキングを狙うっていうのは多分ね濃厚だったかもしんないですね、本当に。うん、なんか僕すぐ 2-1 で考えるんですけど、あの 2-1 で勝てない時は 3-1 を狙うしかないんですよ。そうかも 1-0 ですね。で 1-0 も不可能なんで、あんな3-1狙ってキングブッパがね結構大事だったかもしれないですね。よいしょ。さあエリポン、エリポンスケキン、なんやこれ。いやーしかもタルババエリー、え何これマジで知らないんだけど、サンシーとかにさスケキンって入らないんですよね。でもエリポンってマジ3色ゴレカなんですよ。いやーどっちかだな。いやまあ三色臭いっすよね。でも D があったな。いやー拾えねえか、なんだこれ。いや高回転30し説あるっすねこれマジで。結構濃厚っすよなんなら。あーしっかりね、デスケギンか。あーなんか全部つれえな、全部が辛いが、なんとかなりそうな気はしてます。ぶっちゃけ。さあ、バルキリーでさすがにこれを美味しくいただく。LSP もね、優秀。ウッド使っちゃうか。スケバレのゴブリンバレル、横。さあ、これは目が良くないと、一体残ってく。いや、相手、マジで回転速くない？なんか。ね、ガチで昔はね30子、こういう超高回転30子平均コスト 3.8 のガゴムル3子みたいなのも流行ってたんですけど、もう今は時代じゃないので、ガチで時代じゃない高回転の速いのが来た。さあタルババか、いやー横にずらすことによって入っていく。いやー美味しいね、美味しいね。スレスピー、いやマジで相手回転でが一丁前だよね。いや3式そうだな。あやっぱ来ますよね。まあ後ろですね、できるだけ足遅いのいっぱい出していきたいな俺は。
で、あとはこの吹き矢をね、延命できるかどうかも結構大事になってくると思うので、この吹き矢を延命したいように、ここに打ち出していきます。うん。いや、そうっすよね。でも相手もでも回転ちょっと早いかな。一旦我慢の舞。スケキンちょっと邪魔っすよね。バレー飛ばして。これコウモリが来るはず。スケキンか。あ、僕ダメージ結構勝ってますね。だからすごいディクターだったっすね、マジで。いつの時代っていう。吹き矢延命したい。なんでやねん。さあ、スケバレの落下も相手ね、多分嫌なんで。いやー、これ入るのでかいっすよ。いや、入らんのかい。いや、でもスケキン？なんか、どうやっても負けなさそうっすね、なんか。なんか相性が良さそうです。非常に。さあ、ウッドであの3子削ってきまーす。ギア延命して。ガチでこれさ。スケバレバレル飛ばして。これ勝ったっすね。さすがに勝ったっすね、これ。やめて。いやー、スケキングやばい。ガチやばい。落下ダメ、タルガなくて。オーケングッドゲーム。あざます。いや、なんかすごい、おもろそうではあるんですけど、すごいなんか弱そうなデッキでしたね。弱そうとか言ってちょっと申し訳ないんですけど、なんかね、僕のデッキなんてちょっと刺さんなかったですよね。相性良かったです。まあ、今のとかは、その、やっぱ大砲がね、3コスで便利で起きやすかったとかありそうですけどね。まあ、その前のラバ戦とかを考えると、インフェとかでもそうでなるんですけど、まあ、本当に、まあ、刺さる相手には刺さるし、刺さんない相手には刺さんないってなるので、やっぱ大砲は大砲もインフェはインフェも。真ん中中間はボムかもしれないですね。一応ボムの爆破が空に攻撃効くんで、みたいな。さあ、これワンチャン金技能できないかな。いや、無理か。やばい。あー、やばい。マジでやだ。あー、これコスト使いすぎです。えぐいです。今相手これ多分8コストぐらいあるんですよ、多分。これでね、まあ、顔面目がないときたら泣きたいっすね。あー、来なかったな、救いです。これライトニングだけで済ましてくれたら美味しいな。さあ、まあ、ライト来ないけど、ケツメガぐらい。さあ、圧着いい。圧着いいには、スケバレ受けがね、地味に優秀だったりします。なかったんでね、今回。さあ、やばい、痛い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 。ウッド打ちゃよかったわ。なんかさ、ウッドさ、わかるんだよ。わかるんだよ。打った方がいいのわかるんだよ。でも、打たなくてもいいかもしれないっていう、なんかその、楽しようというか、我慢できるんじゃないかと思って、いやでもやっぱり打った方がいいよなっていう、遅れてでもまだ間に合う、打った方がいいよなをありながらも打たなくて後悔するんですよね。いやー、これ分かってくれないかな、誰か。マジで打った方がいいんですよ。打った方がいいなっていうのは分かるんですけど、分かるんですけど打たないんですよ。打てやってんね。さあ、まあ大砲で、これはなんか相性良そうじゃないですか。知らんけど、相手だってメガナイトラムで、まあ、雪レスピか。どうだろうね。相性いいんじゃない。雪玉だから。雪玉だから吹き矢残るし、ゴブリンバレル刺さりやすいでしょの。まあ、アンパイロンでいくと相性いいです。さあ。まあ、スケートはこの、歩くの遅くなったんでね、ウッド適当に転がして、さあ、レスピまで行ってあげると、で、スケバレまで行っていいんじゃないですか。いやー、良くないですね、このスケバレ。どっからどう見ても良くないです。はい。で、まあ、ライトニング来るのも仕方ないので、来ないでと祈りながら、まあ、来たら来たっすよね。はい。来たら来たで、ここに1コストね、今添えられる余裕があればよかったんですけど、僕にはなかったっすね。いて。まあ、でも、勝つ、さすがに勝てるんじゃない？痛すぎ。いや、なんか、1コストと、まあ、なんでもいいんですけど、1コス2枚で金起動できるんだけど、なかったらさ、なんか吹き矢と1コスとかでもね、いいから金起動しようと思ってたらさ、なんか両方ともなくて、まあ、そういうこともあるよねっていう、しゃあなし？そう。まあ、これは、ライトニング使ったんで、マジで、
まあ台本置くか、置く必要ないかなと思ったんですけど、置き読置き読。最近コメント欄でよく言われるさ、ラッツさん〇〇読っていう言葉にハマってないですかって。正解です。もう日常でもすごい使ってます。毎日言ってます。〇〇読です。もう攻め読攻め読飛ばし読よいしょ。おい、やばい。LSP 好きで勘弁してくんねえかな。勘弁してけろ言うのでしょ。あー、ゴーストでした、ごめんなさい、嘘です。いやー、なんかね、これ飛ばしたいけどな。さすがに警戒されてるかな。飛ばすんですけどね。あー、 LSP 雪か。そんな強い技があったんだ、知らなかった。やばい、待って、俺のなんか下手。痛い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 、ガチ痛い。剣残るんじゃね、あんた。うん、20秒なんで喋らなくてもいいですか僕。オーケー、危ねえよー、危ないですね、怖かったです。メガネと飛びながら終わったんだけど、そんなことある。さあ、まあさすがに吹き暴れるスケバレだったんで相性悪くはないと思いますね。でかい。はい、というわけで今日はね、バレバレコカツがやったんですけど、まあ、ロケなし、ロケありとか、まあ、中身もいろいろ変わると思うんですけど、まあ、僕はこれがすごい使いやすいなと思いますので、まあ、良ければ皆さんもこのバレバレ使ってみてください。チャンネル登録、高評価もお願いします。では、お疲れちゃんでした。またねん。